平南線は、愛知県知多郡東浦町にある、東浦駅と平南市にある、平南市駅までを結ぶ金浦臨海鉄道の鉄道路線である。かつては、権限先駅まで路線が伸びていた。金浦沿岸の工場への原材料、製品輸送のほか、地元で生産されている山州瓦を輸送することが目的だったが、輸送量が伸びず、 社会情勢の変化の影響で開業後早くに、河原の輸送が打ち切られ、廃止が噂されていた。しかし、壁南市に石炭を燃料とする火力発電所が開設されたことにより、現在は、同発電所の複製生物で、セメントや建築材料の原料として使われる、石炭灰と発電所の脱流用資材として到着する炭酸カルシウムの輸送を行っている。 壁南線の減損区間に踏切はなく、道路とはすべて立体交差となっている。東浦駅から壁南市駅まで、1日一本炭酸カルシウム輸送列車が設定されている。この逆、壁南市駅から東浦駅までは、1日日本赤炭梅輸送列車が設定されている。全列車竹と予選に入り、大府駅に乗り入れている。機関車は大府駅から、 壁南市駅への炭酸カルシウム輸送列車は10連で、この逆の壁南市駅から、大府駅への石炭梅輸送列車では一両ずつ、分かれて短期で運行されている。また、竹と予選内は、行き違い設備のある駅では、車両が収まらないため、旅客列車の到着後、入線することがある。括弧内は、起点からの営業キロ。東浦駅、壁南市駅。 ありがとうございます。